強いシュベリア高気圧の例、2005年12月5日9時、シュベリア高気圧は、冬季のシュベリアを中心としたユーラシア大陸の広い、範囲の地表で発達する、下層が寒冷なせの低い高気圧のことである。高度はせいぜい地上から1000から2000メートルの大気境界層の上限程度までで、それより、上空は高気圧になってはいない。ユーラシア大陸北部のほぼ全域を覆い、東は、 日本付近、西端は東ヨーロッパにまで達するが、中心はモンゴルからバイカル湖付近にあることが多い。中心から気圧の峰が東に伸び、シベリア東部に及んで、時には第二の中心を形成することがある。主な成因は地表面が冷やされる放射冷却であるが、その発達にはブロッキングと呼ばれる偏西風の循環の変動による上層の高気圧の 影響も指摘されている。コンピューターによる数値実験の結果によると、アジア大陸南部のヒマラヤ山脈が存在しなかった場合、シベリア高気圧は発達しないという。ヒマラヤ山脈の存在により、シベリア内陸部の冷気とインド洋の暖気の交流が妨げられていることが、シベリア高気圧の発生と発達に重要であると言える。北アメリカ大陸には、 ヒマラヤのような東西に連なる山脈がないので、冬の大高気圧が発達しない。西高東低と呼ばれる典型的な冬型の気圧配置になると、シベリア高気圧とアルーシャン低気圧によって、摂氏マイナス30度からマイナス50度程度の寒気が、日本列島付近まで吹き出され、日本海側の地域に大雪を降らせる要因となる。ユーラシア大陸全体から見ると、 シベリア高気圧の中心は東に偏り、アリューシャン低気圧と近いため、日本付近は気圧経度が非常に大きくなって、冬の間は寒気とともに季節風が強くなる。シベリア高気圧は気圧が高いことが特徴で、気象庁発表のアジア地上解析天気図の掲載範囲では、冬季には1050から1070ヘクトパスカル程度まで発達するものもある。 1968年12月31日に、ロシア、中央シベリア高原のアガタで、1083.8ヘクトパスカルを記録した。また1ヶ月間の平均気圧においても、シベリア高気圧の中心付近は1035から1040ヘクトパスカル程度にまで達する。平均気圧の値だけを見れば、北、太平洋高気圧の1025から1030ヘクトパスカル程度よりも、 高いが、気圧の高さだけで高気圧同士の優劣が決まるわけではないので注意を要する。2020年12月29日モンゴルのトセットソンルで1094.3ヘクトパスカルという高い気圧が記録された。シベリア高気圧の東側にはアリューシャン低気圧が形成され、温帯低気圧が最盛期を迎えることが繰り返されて大きな低圧部となり、 日本付近を含めた東アジア地域には大陸からの寒気団が次々に南下し気温が下がる注意すべきはシベリア高気圧は観光期の大陸の気温低下を主因としてできるものであるが寒気の中心と高気圧のそれとは一致していないことで地上気温の分布を見ると低温の中心はモンゴルやバイカル湖付近ではなくオホーツク海北方の東シベリアにあるこれが 前述の東に伸びる気圧の峰や第二の中心に多用している。また、モンゴル付近の中心よりも西側では、地上気温はむしろ高い。このことから、シベリア高気圧は一様な寒気の塊ではなく、東半分は強い寒気で構成されて、東アジア方面に寒波をもたらし、逆に西半分は暖気界となっていると言える。2012年。 日本の海洋研究開発機構は、バレンツ海の海氷が少ない都市は、バレンツ海付近の低気圧の進路が北寄りに偏り、結果的にシベリア高気圧が発達しやすくなるという知見を導いている。ありがとうございます。